本当マーケティングの力というのがすごく大きいなと。ワークマンもですね、既存のワークマンの商品の一般受けしそうなものだけを切り出してワークマンプラスという状態で見せたという、これもまさにマーケティングの力だと思います。物が欲しいというよりも感動の体験のために消費をしたいというですね、思い出をやっぱり作りたいというのが人がすごく増えていて、過去最高潮の応援消費というものが巻き起こるというところが2020年の最大の特徴です。